伊集院光の他人のお家のお盆のおナスでできた馬をちょいと借りて今日はマーボーナス。もうなんかもう忙しくてわけわかんない、もうなんか人生が。だってね、今日の番組で使うテープ素材をまだ編集してるからね。何分前に終わったとかじゃないですから、まだ編集してる。久しぶりだねこんなのに。昔はねよくねラジオドラマとかやった頃はね、ラジオドラマの前編がオンエアされてる間に後編を編集してるっていうのありましたけど、久々になんか大変なことになってますよ、なんかね。まあ大体伊集院光は、この夜の1時からのラジオのためになぜか夕方の5時ぐらいから入ってずーっとハガキ選んだりするんですけどもね。しかもハガキの予備選び日っていうのが日曜の夜にあるんですよ。で、日曜まで来たハガキを大臣選考みたいに荒選びみたいのして、で、その選び終わったやつをまたその月曜日に来た分なんかも含めてこう熟考して選んでいくんで、いつもは夕方のまあそう5時ぐらいからかな入ってやってるんですけど、今日なんかまたねギリギリまでこの お台場でテレビ撮ってたんで、10時ぐらいまでテレビ撮ってたんですよ。したらまたそのお台場にいっぱい来てるじゃないですか、今そのお盆シーズンとかで。そういう人でね、もうね混んでんですよ、めちゃくちゃお台場の帰り道が。でここに着いたのが、10時40分ぐらいなんですけども、普通のタレントさんは1時からの番組をやるのに11時ぐらいに入りますんで、まだ早いんですけども、なんだろうねこの番組のこのなんつうのかな、その時間のかかり方っていうのは。まずね、なんつったいのかな、何がこの番組の中で一番無駄かっていうとね、例えばテープ素材とか編集するじゃないですか。そのテープを編集するときに、まあ、5時間ぐらいテープが回ってて、で、そのテープを5分にしようっていう時にはもう大体あそこしか面白くないから、あの真ん中だけ5分ポンって切るじゃないですか。それをやらないで5時間を1回なぜかね2時間に編集するんですよ。でその2時間を聞きながらそれをまた30分ぐらいに編集して、それを5分に編集して、ひどい時には使わなかったりするんです。5分に編集した結果いらねえみたいな結論とか出たりするんですよ。そのなんつうのかな、みんな無駄な時間がまあ好きなんだねこれね。フェティなんだね、ああいうなんかテープ捨てフェッチなんだねあれはね。ねえ、そんなで、だからさ、当然そんなだからさ、俺の家族の時間なんかもう取れないわけですよ全然。神さんとこの間ね、何曜日だっけな、土曜日の夜かな、久々にね一緒にお酒を飲みに行ったんですよ、神さんと二人で。神さんに俺何年ぶりぐらい一緒に酒飲むのゆっくりこうしてって聞いたら、ああいうの女ってのは執念深く覚えてるもんだね。5年6ヶ月ぶりらしいですよ。しかも夫婦揃って下校じゃないんですよ、夫婦揃って別に普通に酒飲める夫婦なのに、なんだかんだ、だから結婚後初でしたよ、よくよく考えたら。きちんと夫婦で、俺が酔っ払ってる時ところに神さんが廃品回収に来ることあるんですよ。もう壊れちゃってる、怖い、お宅の旦那がこうもうネジが外れちゃって大変なことになってますよなんていう。特に一番ひどい時にはタクシーの中で肛門括約筋のネジが外れまして、これ新婚の頃なんですけれども、うんこがニュルって出ましてね、タクシーの運転手怒りましてね、降りろなんて言われて、寂しいところで降ろされましてね、で再度捕まえるのは無理で、神さんに回収に来てもらった時とかあるんですけど、だから俺が一方的に酔っ払ってる時とか神さんが友達と飲みに行ってる時とかあるんですけど、神さんと久々飲みってね、
で、今はなんで飲みに行かないかっていうと、貧乏症だから、飯を食うって決めれば、飯っていうのは絶対食わなきゃなんないもんじゃないですか。食わないと死んじゃうもんだから、その何十分かを、どうせだったら神さんと一緒に食うっていうのは、なんか、貧乏症だけど、システマチックだから大丈夫なんですよ。要するに、飯と別にデートとか、そういうのは、なんかこう、面倒くさいんですよ。だから移動中を一緒に歩くことでデートとかありですよ。仕事と仕事の間に2時間移動時間があるから、その移動時間を、こう、並走することでデートみたいなのあるんですけど、割とこの忙しい最中に、しかも忙しい最中にわざわざ別時間を取ってとかっていうのは、面倒くさがりで、で、酒っていうのは、飲んでる時間もそうだし、飲んだ後っていうのも割と時間かかるじゃないですか。で、あと、飲んでる途中に何話していいかとかわかんないじゃないですか。これで結構酒ってたんですけどね、久々に神さんとね、酒飲みましてね。なんか照れるもんでね、そういうその毎日やんないことっていうのをやると。で、二人とも照れてるもんだから、その、本来はお酒ついでちょっと飲んでる間に、最近どうなの?なんて話をするわけじゃないですか。そのタイミングがよくわかんないから、二人ともなんていうの、軍の報告みたいになってるわけよ、なんか。朝、ワゴンRが車検に出ましたなんて、了解なんて飲んでるわけよ。もうわかんないけど、そうなのなんて飲んで、私の方はですね、明日、ラジオの打ち合わせで、帰りが遅いです。まだ一杯飲んでるから、早いんだよ、この間の、なんかこう、無駄な持ってる時間とか、ないんだよね。で、ああいう時の無駄話の仕方がお互いあんまりよくわからない。みたいでね、もうね、なんつうの、もう一回もその例えば氷をカラカラなんて揺らしたりしないね。もうあれみたいな、俺自体が指示落としみたいな飲み方だから、酒が溜まったらコツなんて飲んで、でいてまた顔を上げてみたいな飲み方だから、二人でもうベロンベロンになっちゃってさ、大変だった。お互いにもう本当にふにゃふにゃになりながら家帰ってさ、で犬に噛まれてさ。そんなかよ、俺の暮らしはもうね、わけわかんない。今日も、今俺がどこにいるのとか、さっぱりわかんなかったりするからね。だって、あとで先週の俺の火曜日のオフがどうなったかの話もしますけれども、まあ、水、木、金、土、あの忙しい童謡一週間の歌でさえ、月曜日は市場に出かけるぐらいしかスケジュールないわけですよ。で、糸と麻を買ってきたら終わりなわけじゃないですか。もうで火曜日は糸巻きもせずとかおしゃべりばかりとか日があるわけじゃないか。仕事ばっかりですよ。運の悪いヒポポタマスなんてね、木曜あたり死んでるからね、あまりに忙しくてね。歌で言うところのね、まあ大騒ぎですけどね。まあそんな中とりあえずはね、とりあえずは今日も生きているね。夜とかな今一人でベッドに横たわってな、ラジオ聞いてるやつとかな、心臓にこう手を当てるわけよ。そうするとドキ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 言うじゃん。なんかきちんとドキ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 言うじゃん。で、30ぐらいからカウントダウンしてみるのよ。でいて、ゼロの時たまんねえかななんて考えてみると、ものすごい怖くなるよ。っていうか、こんなに負担かけて生きてて、テレビとかで相当性能いいテレビでも今時のテレビ10年持たねえじゃんか。それが32年間動いてるってことが不思議だもん。で、一人でまたその心臓の音聞いて、すん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 泣いたりね。で、やばい、泣いてるとバス来ると思って、また、もう泣くのやめたりね。やばいね、もう。もう、じゃあ今日一曲目。ね。一曲目はですね、坂下千里子ちゃんで、浜辺のチリチリダンス。伊集院さん、坂下千里子です。とうとうこのチリはソロデビューしちゃいます。タイトルは、浜辺のチリチリダンス。この曲はですね、3個しか音域がありません。そんな、身近な曲です。そしてなんとこの曲の発売記念イベントが8月19日土曜日18時半から川崎アゼリア地下街中央広場で行います。皆さんどしどしどんどん来てください。それではですね、聞いてください。坂下千里子で浜辺のチリチリダンス、イントロなしです。どうぞ。坂下千里子のデビュー曲ですかね、これね。そうですよね。ブランコ全員で歌ったりとかはしたことありますけど、個人ではデビュー曲で、浜辺のチリチリダンス、なんと CD ジャケットがですね、俺が家でフォトショップで作ってももっと綺麗っていう、いい意味でね、そういうこうエフェクトがかかってるんですよ。わざわざ一回すごいかっこいいジャケットを作った上で、で、そのフォトショップのプラグインで、ダセーっていうのをかけると、なる、照れてんだっつうの。だって、
もう俺な、もう坂下千里子がブランコ卒業してからブランチと喋る人がいないもん、別にもう千里がたまに喋りかけてくれるぐらいが、もうあの4時間何分ぐらいでブランコの中で話すさ、あの唯一のタイミングでしたからね。ですね、きちんとほら、せっかくこういうコメントとかくれたんだから、こういう時にパーソナリティっていうのはリピートしてあげるね。8月の63日のですね、ワニ曜日ですね、夜中の0時ちょうどからですね、妹を殺す坂と書いて芋殺坂でもうこれはもう悲しい、もう由来がある坂なんですけどね、芋殺坂の方でですね、鼻歌のみでですね、イベントがありますので俺優しいな。19日土曜日、川崎アゼリア地下街で、午後6時半からですね、中央広場というところで坂下千里子 CD 発売イベントというのをやりますんで、皆さん両手にタガメを持ってですね、天然記念物ですから、おそらく、持ち方を失敗すると大変なことになりますけれども、タガメを持ってですね、喉が渇いたらタガメのケツをチューチュー吸ってですね、あの水分を補給しながらですね、チリの CD をですね、買ったり聞いたりですね、してあげてください。TBS ラジオ、ただいまお聞きいただいている番組は、一瞬光る。久しぶりに訪れた別荘に住み着いていた家族、おっさんは出ていく支度を始めたが、体の弱そうな奥さんと涙目でこっちを見ている三つ子には、もう